韓国共に民主党と無所属の国会議員らは原発処理水の放出計画に抗議するために来日。社民党の福島みずほ党首は国会内で意見交換し、反日で一貫してますね、この共に民主党と日本の社民党とか。そうですね、社民党もね、連帯してければ共に社民党に変えたらどうですか。共に社民党何と共になんだ、ね、いや朝鮮半島と共にの共に社民党にして分かりやすくしてほしいですね。今ちょっと面白いコメントっていうか、まあその通りだなってコメントがあったんですけど、太平洋に流すのに日本海に流れていくのかっていうなんかね気にしてんですよ、アホかと。塩がダメになるとかって、いやいや韓国沿岸の方が汚いですからね、韓国の方が処理が甘いですからね、社民党韓国野党と連携、海洋放出反対で一致っていう、産経新聞の記事なんですが、社民党の福島みずほ党首は11日来日した韓国最大野党共に民主党と、無所属の国会議員らと国会内で意見交換し、東京電力福島第一原発処理水の海洋放出中止を求める考えで一致した。放出を止められるよう日本国内の世論喚起に全力で当たりたいと述べた。韓国の議員らは放出計画に抗議するために来日。いやこれユンミヒャン来てるんですね。そう、ユンミヒャン議員は日本政府が歩もうとしている道は大変な蛮行だと非難し、海洋放出以外の方法を検討すべきと訴えたと言うんですけども、はい、いやもう内政干渉だろっていう。そうです、もうあの非科学的な根拠でね、あの根拠がないんですよね、逆に言うと、根拠ない状態で日本の海洋放出が危ないっていうのもおかしいし、そこのやっぱり総区だったんだなと、福島みずほはと、はい、そうですね、はい、やっぱ慰安婦問題にも悪い方に動いてたし、拉致問題でも悪い方に動いてたしと、まあ、やっぱ社会党時代からの社民党の流れがあるんで、反日で一貫してますね、この共に民主党と日本の社民党とか。そうですね、はい、このユンミヒャンなんて、はい、正義連停滞協、はい、そうです、からやってて、はい、いろいろこう不正を追及されて問題になってましたけど、そうです、なんか堂々と日本来てるんですね。なんか逮捕されないですか。そう、なんか娘の留学の金使ったとかいろ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 、その慰安婦のおばあちゃんから集めた金を、はい、結局横領してたわけですよ、横領って自分の着服してたわけですよ。正義連が聞いてあげれば、そうそう、正義じゃねえだろうって正義、はい、結局私腹を肥やすために本当にやってたんじゃないかなと思いますけども、まあ、こんな形 で、 そうです、社民党が韓国野党、最大勢力の共に民主党、とまあ結託してやってるっていう話なんですけど、はい、これ韓国側からはちょっとバカにされてるところがあって、はい、社民党、はいはい、これ朝鮮日報の記事なんですけど、はいはいはい、日本で3議席しか持たない没落野党、社民党と手を組んだ韓国167議席の第1党共に民主党っていうもうタイトルからしてすごいね、完全にバグにしてるんですけど、没落野党もいいとこですよね。ただこれもう事実なんですよね、はい、事実です、はいはい、事実でしかない記事なんですけど、はい、日本の社会民主党大椿優子副党首が1泊2日の日程で韓国を訪れ、6日に韓国の国会本館前で汚染水放流反対の断食を行っている韓国の国会議員らと面会し、この日で断食11日目となる韓国野党共に民主党のウ・ウォンシク議員と福島汚染水放流反対を共に叫んだ。続いて大椿氏は日本国会議員会館で韓国の野党議員らと面会し、社民党の党員は原発反対闘争を続けている、原発のない世の中を築くことが私たちの目標だと伝えたって言うんですけど、いや韓国にも原発なかったでしたっけ。ありますよ、全然ありますよ全然あります。だからその辺もちょっとこう微妙に、本当に意味ないよねこの人たち。いやそうなんですよ、はい、しかもこの汚染水っていう、はい、そう、このやっぱ言い方が処理水ですからね、うん、はい、でも最近これ日本国内で言ってるのって共産党ぐらいかなと思ってたんですけど、はい、うん、やっぱ韓国向けにはこういうことやってるんですね社民党も。そうそう、ひどいね、うん、本当これ、まあ、本当に日本人かお前らって言いたくなりますよね。そうですね、福島みずほとかのやってることっていうのはやっぱどこの国民のためにやってるのかな、はい、ということなんですけど、で社民党の没落は時代に逆行したことが大きな原因だ、うん、露骨な北朝鮮寄りの政策に有権者は背を向けたと、うん、まあ、これ確かにそうなんですよね。そうです、社民党じゃなくてその社会党時代から、うん、まあ、やっぱりその北とのつながりが深いとされていましたし、はい、ね、まあ、実際に深かったということで、はい、パイプがあったにもかかわらず拉致問題握ってましたからね、うん、はい、で韓国では握りつぶしてましたから、そう、韓国ではまだなんか、はい、日本の有力政党と認識されてるらしいんですよ、うん、社民党って。なるほどね、うん、名前が通ってるから、だから昔の名前が通ってるから、その社会党時代からの流れがあるから、
まあ、有力なんじゃないかなということなんですけど、はい、ただそれは、過去の話だというのを朝鮮日報が指摘していまして、はい、まあ、まさにそうです、ね、そうですよ。この辺の事情ってなかなかわからないですよね。まあね、うん、我々だって韓国の政党覚えてらんないですけど、はい、韓国って名前変えすぎなんですよね。そうなんですよ、はい、だからなんかハンナラ島とか、ウリ島とか、ウリ島とかあの辺残しときゃよかったのにね、うん、で全然もう今覚えられないけども、いや日本も韓国もちょいちょい変わるじゃないですか、うん、野党、うん、アメリカみたいにその共和党あの、ね、民主党っていう形だと、うん、ある意味分かりやすいんですけど、うん、やっぱこの辺の事情っていうのは他国の人には分からないですよね、はい、社民党もね、うん、連帯してければ共に社民党に変えたらどうですか。はい、もう韓国寄りですと。そうですね、朝鮮半島寄りですっていうのが分かりやすくするためにね、うん、日本人の国益は追求しませんっていう、そう、共に社民党にすればいいんですよ、うん、共に社民党何と共になんだね。いや朝鮮半島と共にの共に社民党にして分かりやすくしてほしいですね。だからもう、はい、全部まとまったらいいんですよね。そう、あの立憲民主党、共産党、うん、社民党は、はい、もう大して変わんないんで、はい、そうです、一層もう全部まとまって、うん、はい、あのね、好きなように共闘したらいいじゃないですか、うん、そうです、それでもなんか共に立憲、はい、共産党、うん、でもいいし、はい、まあ、なんか何らかの形で一緒にやれば分かりやすくていいですよね、はい、うん、はい、で韓国で167議席を持つ共に民主党が日本で 0.4% の議席しか持たない没落した政党と連帯しているのだ。共に民主党が社民党から学ぶべきことは国際的な連帯ではなく時代に逆行した政党の末路ではないだろうか。素晴らしいね。鋭い指摘を。ちょっと保守系のなんか意見っていう感じですね、この朝鮮日報。そうですね、はい、はい、うん、あのまあ、朝鮮日報は割となんかたまにいいこと書くなっていう時もありますけど、はい、今もうアメリカとね、うん、日本と手組むしかないっていうのは分かりますからね。そうですね、はい、でこうやって反対している勢力いるんですけど、うん、韓国政府公式的にはその今回の処理水の放水、うん、放出っていうのはもう認めてるんですよね、はい、あのまあ、韓国の研究者とかも、はい、あの現地入っていろいろ調査して、そうそうそう、韓国政府として今もう報告書出してるんですけど、うん、はい、まあ、大丈夫じゃないですかという内容になってるので、韓国の方が汚れてますからね、うん、処理が甘いですからね。そうですね、はい、だから韓国もこういう報告書出せるっていうのは、うん、やっぱ今のユン政権だからなんじゃないかなと。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、だからユンさんがね、うん、いつ手のひら返しするか分かりませんけど、うん、今のところよくやってくれてるなと。そうですね、いや腹くくってんなと思いますよ。これ下手したら自分がうまくできなくて政権を途中放り投げるって形とか、うん、次の政権を放り投げて政権をつなぐ相手がいなかった場合、うんうん、やっぱ悲惨な人生になりますからね、その後。そうですね、はい、だからそれをそう韓国の大統領になるっていうのは、うん、それなりの覚悟がないと。しかも親日をやってるわけじゃないですか。相当な覚悟ですよ。そうですね、はい、いや本当だからもうゴッドファーザーみたいなもんですよね。もう命がけですよ。そう、命がけでいつ撃たれるかもわからないし、そうそう、命がけですよ本当に。そういう状態でずっとやっていくっていうのは、はい、もうとんでもないストレスになるんじゃないかな。いや彼はすごいなと思いますよ、うん、はい、いやだからまあね、うん、やっぱ韓国政治的に好きじゃないですけど、はい、今の大統領に関しては、うん、本当よくやってくれてるんじゃないかなと、うん、そうですよね、うん、はい、いうのは思いますけどね。だから我々もちょっとなんかね、ずっとやっぱ韓国に厳しかったし、うん、今後も警戒はしていかないといけないんだけど、はい、向こうがこういう形で、うん、あのまあ前向きにやってるなら、うん、そこはやっぱ評価していかないと。いや本当そうですよ、一番の敵は中国ですから。そうです、だから普通に日本に対する敵対心がなくなってほしいなとも思うんですよ、うん、国民レベルでもね、うん、はい、今までその反日教育をやってきたからすごく反日なんでしょうけど、はい、徐々にね日本に対する考え方も変わってくれた方が、うん、日本にとっても絶対それプラスなんですよ、うん、あの日本に来て犯罪を犯してもいいって思ってた連中が減るってことですからね、うん、はい、日本にお金落としてくれるわけですから、うん、あのそうですね、観光で来てね、うん、はい、今ちょっと面白いコメントっていうか、まあ、その通りだなっていうコメントがあったんですけど、処理水の放出で、うん、その太平洋に流すのに日本海に流れていくのかっていう。いやそうなんですよ、確かに言われてみるとそうだよね。そうなんですよ、福島ですからね。太平洋側ですし、はい、だってそれ日本海側までパイプつなぐとかできないですよね。そう、まあ、なんかね気にしてんですよ。アホかと、塩がダメになるとかって。いやいや、お前らの海の方が、太平洋から採取してたのか。しかもお前らの海の方が汚えしって。あの韓国沿岸の方が汚いですからね。はい、川も綺麗に
してないし、うん、ゴミもたくさん出してるわけですから。そうですね、はい、地理考えたら確かにです、そう、なんかむちゃくちゃなこと言ってんなっていう。いやもう本当そうですよ、うん、中国もそうじゃないですか。そう、中国なんかね全然あっち行かないですよ、はい、福島からあの黒潮がこう出てるわけですから、はい、そもそもがだってそれ言ったら、はい、じゃあの日本海側の日本の地域の方が危ないんじゃないかっていう気もしますよね、うん、そうそうそう、韓国近いし、そうそうそう、だって韓国と中国からのゴミがね、うん、めちゃくちゃ来てるわけですからね。そうですね、はい、まあ、昔対馬行った時に相当流れてきてたな、はい、流れてきました、うん、まあ日本語ので書いたゴミもありましたけど、うん、やっぱ韓国語と中国語の書いたペットボトルみたいなやつとか、うん、そう、なんか日本では見ない色のペットボトルがいっぱいありましたもんね。完全に外国じゃんって、うん、日本じゃないなっていうのはありました、ありました、はい、いや韓国もね、うん、なんかまあちょっと評価難しいんですよね、うん、いやおかしなところもあるし、はい、いやかといってまあいい関係性を築こうっていうところもちょっとあるし、うん、そうです、まあ、その辺はちょっと ね、 そうですね、あの両方見ていく必要があるのかなというところでいいんじゃないでしょうかね、うん、そうですね。